Thank you.
ちょっと異国情緒があるな。
しました。トールズ士官学院7組の皆様。ようこそ、聖アストライア女学院へ。それでは、案内させていただきます。ここは屋内庭園みたいですね。本学院のバラ園になります。こちらに本日皆さんをお招きした方がいらっしゃいます。それってどうやらやんごとなき身分の方らしいな。姫様、お客様をお連れしました。ありがとう。入っていただいて。エリゼ、もしかして。ご想像通りかと。さあどうぞ中へ。ああ、やっぱり。トールズ士官学院7組の皆さん、私はアルフィン、アルフィン・ライゼ・アルノールと申します。どうかよろしくお願いしますね。かったから機嫌を直して。ちょっとしたお茶目じゃない。知りません。兄たちに話が終わりならご勝手にどうぞ。まあそれはともかく、ユーシスさん、ラウラさん、お久しぶりですね。殿下こそご無沙汰しておりました。お美しくなられましたね。ありがとう。でもラウラさんとはこの学院でご一緒できるかと期待していたのですけど、やっぱりトールズの方に行ってしまわれたのね。ええ、剣の道に生きると決めた身ですので、ご期待に添えずに申し訳ありません。はあ、
アンゼリカさんもトールズに行ってしまうし、こうなったら私も来年そちらに編入しようかしら。姫様やっとこっちを向いてくれたわね。もう、私の方といえば日々つつがなく暮らしております。未だ宿所には程遠いとはいえ、友人にも恵まれ楽しく充実した生活を送らせてもらっています。リーン・シュバルツァーさん、お噂はかねがね、妹さんからお聞きしていますわ。姫様恐縮です。自分の方も妹から大切な友人に恵まれたと伺っております。兄としてお礼を言わせてください。兄様聞いていた通り、ううん、それ以上ですわね。リンさん、お願いがあります。今後妹さんに習ってリーン兄様とお呼びしていいですか。姫様、その断るごとに妹さんからリーンさんのお話を聞いているうちに他人とは思えなくなってしまって、実際にこうしてお会いできて気持ちが抑えきれなくなったというか、私にも兄がおりますし、すぐになれると思うのですが。いや、さすがに恐れ多いというか。いい加減にしてください。エリゼのケチ、ちょっとくらいいいじゃない、うん、ま、それはともかく、今日皆さんをお呼びしたのは他でもありません、ある方と皆さんの会見の場を用意したかったからなのです。ある方ですか。それは一体。これはギター。うん、リュートの音いらしたみたいですね。待たせたようだね。ご無沙汰しております。久しぶりだね。まあ楽にしてくれたまえ。誰、どこかで見たことがあるようなここの音楽教師さ、本当は愛の狩人なんだが、この女学院でそれを言うとシャレになってないからね。汚れなき乙女の園に迷い込んだ愛の狩人。もしや、えい、お兄様、そのくらいで皆さん引いていらっしゃいますわ。さすが我が妹、なかなかのツッコミじゃないか。まさかひょっとして。オリバルト・ライゼ・アルノール、通称宝刀王子さ、そしてトールズ士官学院のお飾りの理事長でもある。よろしく頼むよ、七組の諸君。
驚きました。学院の理事長をされているのが皇族の方とは聞いていたのですが驚くのも無理はない。今をときめく宝刀王子が伝統ある士官学院の理事長なんかやっているんだからね。まああまり聞こえがよろしくないのは確かだろうね。お兄様、ご自分でそれを言ったら身も蓋もありませんわ。ですが本当なのですか？殿下が七組の設立をお決めになったというのは。種を明かせばそういうことさ。もともとトールズの理事長職は皇族の人間が務める習わしでね。私も名ばかりではあったんだが、一昨年のリベール旅行で心を入れ替えたのさ。